た、みんな来た、みんな来た、みんな来た、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 みんな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 、とうとうこれが来たということで、本日なんですけれども、M を描いております。私、M を描いております。本日の企画はと前に、その前に、どうもこんにちは、ダヨネジョニーでーす。シャーフーということで、本日なんですけど、ちょっと久しぶりにこのクレイジーなテンションでやっていこうかなと思っております。なんと、こちら、マクドナルド新作登場というか、まあ、少し前というか、結構前出たけど、ちょっと遅咲きレビューにはなってくるんだけれども、皆さんと一緒に、非常にこの美味しいマクドナルドを紹介していこうと思いまーす。マクドナルドのカラーリングでね、殴っていくと、自分を。うん、ということで、本日は M を描きながら、マクドナルド新作食べていこうと思います。よろしくお願いいたします。だよね、ジョニー。ということで、やっていきましょう。はい。何を買ったかと申し上げますと、本日は、こちら、トリプル肉厚ビーフサムライマツコを買ってきましたということで、正式名称これで合ってるかわかんないけど、とりあえずトリプルマツコ、トリプル肉厚ビーフ、こちらですよ。はい、ボーン。サムライマツクがね、僕が一番好きですね。はい。ちょっと M これキープするのむずいな。でもそのためにワックスかけるのちょっとどうかと思うから、つけないけど。うわ、ちょっと待って、これ高さがやばいって。俺の顔ぐらいあるんちゃうか？それは嘘か。はい。俺の顔の半分ぐらいですね、これね。あ、もう匂いがサムライマツク。で、今回何？あれは？7時から夜の17時のディナーからしかこれ売ってないっていう。まあ、サムライマツクファンとしては、もう、これはね、見逃せない。はい。というところで、今日はね、もうこう、ジムでがっつりこう、筋トレして、1時間半筋トレしてきて、これ食べていこうと思います。これでチャラ。最悪。ということで、やっていきましょう。はい。さあ、肝心の中身は、おまずね、これも汁が滴り落ちてくる感じでね。おー、ビッグマックよりごついんじゃねっていう。おー、めちゃめちゃうまそう。やばい、ちょっとね、ジムでね、筋トレして帰ってきてるから、もうやばいよね。とにかくこのソースがガチでうまいね。サムライマツクをね。うん。ということで食べていきますよ。はい。ちょっとね、もうあの細かいレビューは置いといて、まずは、いただきます。超絶うまいわ、これ。いや、ガチで。感動覚えるよ。いや、ガチでうまい。言葉失った、普通に。もうね、チーズ。半端ない。ガチで。チーズもこれ3枚入ってんのかな。ガチでうまい。パティもでかいしね、なんか。
うめえ。食感 もう最高で、もうチーズがたっぷりだから、チーズのもうなんていうの、そのチーズの味はすごいするんだよね。でそこにふんわり風味というか、まあふんわり、ちょっと待って、ふんわり風味でこうね、このソースね、サムライマツコのソースが追い打ちしてきて、なおかつ最後に、なおかつ最後にこの玉ねぎのシャキシャキ食感がお前を襲ってくるから、ビビるよこれ。まだまだなんか玉ねぎあるもん、なんかだって、とにかく肉のこの、まあ、ジューシーさといえばあれだけれども、まあ全然まだあったかいけど、ジューシーさっていうところで言うと、まあもう3枚も重なってるから、なんかこう普通のハンバーガーと、そのなんていうの、ダブチとか、ダブチとかよりは全然そのボリュームがあって、なんかちょっとこう食感っていう部分では劣るかもしれないが、すごいぞこれ。もうまあこれ動画出てるのがね、あのこれ出てから結構経ってるから皆さん知ってると思うけど、これマジで食べに行ってほしい、みんな。いや本当にガチでクソうまいぞこれ。たまらん、ようできとる、うまい、 M、 マクドナルドの M 描いてますけどもね。いやもう、もうみんなもう今すぐマックに行ってね、ちょっと今笑ってるでしょ、笑ってみてる今、ハーハーじゃなくて、すぐマックに行って、24時間営業だから今すぐマックに行っていっぱい食べて、5時からあるからいっぱい食べて、普通のサムライマツコめちゃめちゃうまい、それトマトのやつとかもめちゃめちゃうまいけど、これはやばい、はっきり言って、ただでさえこのサムライマックのソースクソうまいのに、チーズが追いで3枚も入ってて、肉のジューシーさもアップしてる、ボリューム半端ない、780円だったな単品で、うん、これなら出したい、780、俺はこれ食べたい今度から毎回。でもうなくなっちゃうのかな、あれ2週間だっけ、これ2週間しかないの、ちょっとわかんないけど、テロップで出しとくけど、2週間かどうかは。ガチでうまい、これ。みんな、食べてない人、マジで、今すぐマックに行って。夜でもいいから。あ、ということで、今日はね、国産、じゃあ国産ちゃうわ。トリプル肉厚ビーフ、サムライマスクの新作、夕方5時からしか出ない、やつ。レビューしました。またこうサムライマツク、もうちょっと今マックのエースだから、もうちょっとまたいろんなの出してほしいね、うん、期待してるんでね僕は、はい、ということで、マクドナルドジョニーがお届けするトリプル肉厚ビーフサムライマツク新作のご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今すぐマックに行け。